H&AMP KG36H&KG36 はドイツの H&K 社が製造したアサルトライフルである。1996年にドイツ連邦軍に採用された。社内での名称は HK50。1970年代、ドイツ連邦軍は H&KG3 の後継に関する要求を出し、H&K 社は 独創的な機構を組み込んだ H&KG11 の開発に着手する。しかし、問題が多く開発が難航し、1990年のドイツ再統一に伴い計画自体がキャンセルされた。さらに、小銃弾の規格が 7.62EX51mm、ナトウ弾から 5.56X45mm、ナトウ弾に移行していたため、 それに合わせた新型アサルトライフルの開発が急務となった。このため、H&K 社は G11 の失敗を踏まえ、オーソドックスな技術を用いて G3 を元に試作したライフル HK36 をベースに、プロトタイプとなる HK50 を設計した。これがドイツ連邦軍のトライアルにて、ステアオーガストを下し採用され、G36 という正式名を与えられた。 作動方式は、ショートストロークピストン式を採用している。コッキングハンドルは、ボルトと一体化しており、射撃に伴って、ボルトと共に前後移動する。このコッキングハンドルは折りたたみ式で、射撃時には前方を向いているが、ボルトを手動で操作する際には左右どちらへも振り出せる。ポリアミドにカーボンファイバーを混入した、繊維強化プラスチック、CFRP が、ストック、グリップ。 ハンドガードだけでなく、レシーバーにも採用されている。さらに、ストックは折りたたみ式が標準となっている。また、断層にもプラスチックが採用されており、残段数が確認できる、要半透明となっている。加えて断層には側面に突起がありこれを、断層同士で連結することで、ジャングルスタイルを行うことが可能となっている。外見、構造ともに、 従来の H&KG3 とは大きく異なる。ことから、ドイツ連邦軍の兵士からは、プラスチックバンバン、プラスチックペング、ペング、デザイナーデッポー、ディスイナーフリント、レゴライフル、レゴジョーヤといったあだ名が寄せられている。ドイツ連邦軍では、規則により、銃剣の使用が禁止されており、G36 自体に着剣機構はあるものの、着剣された状態の G36 を持たしている。 ドイツ連邦軍兵士を見ることはない G36 を主力小銃として運用している他の国での着見は行われている。小銃器はキャリングハンドルと一体化した3倍スコープ及びスコープ上部の当倍ドットサイトが標準となっているがドットサイトは寒冷地や高室とかでは曇って不評であったため G36A に及び G36 カニではピカティニーレールに置き換えられそこに カールザイス社製、ダットサイトなどを乗せるように変更されている。旧型の輸出用モデルである G36E、G36 系では、スコープのみで、ダットサイトやピカティニーレールは付属しない。キャリングハンドル上辺の簡易的なアイアンサイトは、輸出用モデルで見、使用可能であり、ドイツ連邦軍モデルでは、ダットサイト、または、ピカティニーレールに阻まれ使用できない。 キャリングハンドル上部に装着できるヘンゾルト製 NSA-80 第3世代暗視装置が用意されており、標準のスコープに暗視能力を付与できる。G36C 及び一部の G36K は、標準では光学照準機を装備しない代わりにピカティに入れるとアイアンサイトを装備し、別途光学照準機を装着する。H&K 車は、 土に埋めた G-36 を掘り出し、軽く土を払った程度で射撃を行うといった、デモンストレーションを行うなど、過酷な条件下での作動の確実性をアピールしている。また、10分以内であれば、水中につけても射撃に、支障はないとされる。一方、実戦配備の過程で、アフガニスタンに派遣されたドイツ兵から、重心の温度が上昇すると命中精度が落ちるとの、 苦情が出された。後に、ドイツ連邦軍技術研究所が、命中精度の下落は連続射撃による重心の加熱が原因つまり、自動小銃本体側に問題があると結論を出していたことなどが後に、シュピーゼル氏の報道などより判明し、ドイツ国防省は2014年6月に G36 の発注を停止する措置を行った。2015年3月30日、 ドイツ国防省のテストの結果、G36 は気温が高い地域で使用したり、同じ方向から直射日光を受け続けたり、連続射撃により重心が厚くなったりすると命中精度が下がる欠陥ライフルであるとされた。原因は軽量化のためにプラスチックを多用したことが影響しているとされる。そのプラスチック製部品が予想を超える速さで経年劣化しているという説もある。 また、特定のメーカーが製造した弾薬を使用すると、銃の蓄熱が激しく、命中精度が低下するとの説もある。この結果を受け、ドイツ連邦軍は G36 の使用を制限し、後継銃として H&KHK417 などを候補に考えていると思われる。一方、メーカー H&K 側は、軍のテスト結果を否定している。 2016年6月3日 H&K 社は G36 に関して欠陥は存在しないという旨を改めて確認する訴訟を軍の兵団局があるコブレンツの裁判所に提起した2016年9月2日に判決が下り H&K が勝訴した国防省は同日付で判決に不服として控訴するとしている現在ドイツだけでなくヨーロッパの軍隊や 法執行機関、アメリカのスワットなどで採用が進んでいる G36C という名称で登場。なお本銃はバイクンリにのみ登場する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。